はい、皆さんこんばんは。栄冠ナインやっていきたいと思います。おはようございますですね。このちょっと見直したんですけども、次ね準々決勝なんですけど、あと3回勝てばねようやく甲子園出場なんですね。で今見るとやっぱりね、あの夏の甲子園、春に比べて異常に難易度が高いなっていうことが、今更ながら気づきました。試合数が単純に多いですね。勝たなければいけない試合数の数が。で春は優勝したことあるんで、あと夏優勝すればね、とりあえず一応の平定を見るんですけども、なかなか夏難しいもんですよ。ここまでね、すごいメンバー揃えても、突破できませんでしたので、小池氏注目ですね。クリアできなかったので、今までね。みんな調子悪いな。相手 D ランクだからいいけど、これみんな調子悪いね。フグちょっとダメですね。これでは。ダイソー要員ですね。席ねえからってどこだっけ、守備。サードか。あ、セカンドか。とりあえず打順的には、これで行くしかないですね。4番は健忘にしようか。4番健忘にしようか。変に打順いじらない方がいいですね。これでいきます。相手は調子いいね。ちょっとお褒めの言葉、結構 B ランクとか A ランクになってくると使っていかないとまずいですね。予選では使ってられないですけど、ベスト4って言っても地区大会ですからね。豊中か。豊中は行ったことないですけど、結構遠いんで、豊中は行ったことないですけど、D ね。D じゃなかった、危なかったですね、この調子の悪さ。全員の調子の悪さ、これ D じゃなかったら非常に。あ、そうだ、相手のキャッチャー診察タイムといきましょうか。相手のキャッチャーの方 E か、 E の49、ほぼ D ですが、164キロ、早いな。ちょっと盗塁できないな、ゴリンズだし無理だな。そうか、じゃあ強振積極で追い込まれるまではいい。とりあえず、わあ早い早い、球速い。でミート対応で打法を任せで流し打ちにしよう。前回、改良というか思いついた新戦法ですね。追い込まれるまで強振対応積極にして、これもしかしてまたゴリミツ出塁。健忘か、健忘盗塁 B だが相手球が速いから走れないか、どうする、行くか、行こう。あー、球が速いんだな、やっぱり肩は悪かったけど、球が速いんだな。ちょっと容易には走れない、球速すぎる、ちょっと球速いよ、速いな。球速も思い出すね。相手守備はあんまり高くないみたいだが、結構やるなこのピッチャー。宮原一塁はシューか。健忘で無理だったんだったらちょっとシューでも厳しいね。ということで強振積極にして引っ張ろう。よし、いいね。追い込まれるまでこの戦法、この戦法で俺今年行くぜ本当に。ダブルスチールはできないね。ゴリミツ今日当たってますね。強振積極で引っ張ると。追い込まれたのでミート戦法と。そんなんやらなくても勝てると思うんですけどね、相手 D ランクだから。これは落ちますね。ゲームテンストです。ナイス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 、いいよ。強振積極引っ張り、引っ張れないのか、球が速すぎて。球が速すぎるのかな。よしよしよし、いいですね。うまくこの栄冠ナインの穴をついているのか。であまり調子の良くない麺屋秀一だが威圧感挟もうか。追い込まれた。ちなみにこの麺屋秀一の顔ね、雷豪の顔です。サクセスのあのパーフェスで手に入れた顔ですね。ここミスターなんでね、どっちみち打てないんですけど。
1日打てないんですけど、球数多く投げさせます。球数を1球でも多く投げさせます。お、ここまでにフォアボール、ナイス。お、四方球場の魔物も入れます。強振積極で引っ張ろう。魔物入ってるんでね。あれ、ストライク入ってないか相手。これエラーしますよ。あ、エラーしない。さすがにあんな緩い打球はエラーしないか。あ、宮田に変わったんで走れる。いや、二塁だからな、走れないか。ファイトで流し打ちと。まあこの栄冠ないんで、夏難しいと言っても、ここまでの今までの戦ってきた、まあ敗れてきた選手たち、筋肉とか空とかいたと思うんですけど、あの選手たちでもね、やりようによっては優勝できなくもなかったんですよ。ただ俺の、まあ俺がね、いろいろとミスをして、お、セーフか、優勝を逃してるんだと思うんですけど、これいきなり投入します。これ2点取ればね、次の回あれですから、ホールドできますから。心当たってるんでね。ただ今年はね、強振積極っていう新戦法があるんで、それでいいところまでいければなと思ってます。あ、結構打たれてる？ミスター結構打たれてますか？じゃあもうこの回ラストですね、ミスターは。ミスターこの回ラストです。ラスト回ですね。OK。セカンドフォースアウト。あーっと、速球それた！まあまあいいよいいよ。うん。ちょっと時間かかるってだけなんでいいよ、別に。あー、いいとこ打つね。まあ今までのね、歴戦の勇者たち、まあ懐かしい選手ね、腹ペコインとかもいましたし、河合に黒田、DK、空、筋肉に守君とかもいたな。うわ、打たれた。何気にスリーラン浴びたね。めっちゃ打たれてんじゃないですか。ちょっとピッチャー変えます。コールドができなくなるんで、埼玉とりあえず投入と。余裕かましてられる場面じゃなかったな、よくよく考えたら。もうそろそろここまで来ると余裕かましてられなくなってきます。 OK、 さすが埼玉。ワンパンですよ、もうあんなやつは。ここで何点だ、5点だから1点取ればいいんだ、ここで、うん、1点取ればコールドの範囲内に入るんですね。いや、7点差か。7点差にならないといけないのか。あー、もうこれ9回まで行くかな。だから強振積極っていうので、今年は走り抜けていこうと思いますが、うん、これ入るか。入ったね。 OK。 あ、もうコールドの範囲内ですね、ここまで来たら。で、一応、まあ、黄色い声援ピッチャーのために入れといて、走ろう。走って流し打ちと。打ちました、痛烈。打球はそのまま伸びて、ナイス。まだ攻撃してる。もういいんですけども、ここ代打送ります。代打 IQ 無限。IQ 無限ってことはですよ、何でもありって盗塁しよう。あ、メインや周知だった。メインや周知だったじゃん。これはケアレスミスか。まあ、変化くん、まあ、どの道この回で終わりなんで、うん、この回でもう終わらせますんでね。 OK です。三振取れるかな。まあ、相手 D ランクなんでね、これぐらいできてもらわないとちょっと困るんですよね。関根から投入します。まあ初登板ですね、関根からは。展望会で足玉な横谷入れて、裏憂いを投入、アンダーソン変えて振り切ると。守備一気に変えます。で、伝令も振っておくと。
であとはおめえの席ねえからで、あとワンアウト取って最後勝次郎でフィニッシュですね。ノーマネーでフィニッシュです。あーピッチャー変えようか。西野ナイスバッティングです。バッターは2年生、ピッチャー変えます。ピッチャーの調子をすごく上げて絶好調にし、低め中心で抑えると。球が速すぎて、まあ、相手バッターはもうてんてこまいでしょうね。まあそれはそうなんですけど、普通に考えたら高校球児で160キロ超えて投げてくるって考えられないですからね本来。いいね、ファインプレーを見せました。 OK です、クリアしました。クリアじゃないや、準々決勝ね、突破しました。もう今年でほんと決めますんでね。お、でかい、皆さんやりました、パトラッシュプルヒッター小池氏降格、これでかいよ。できるだけパワーアップして、ただでさえずっと最近もう舌がね全然回らなくなってきたな。ただでさえ白土で、ずっと浪速学院か、まあ、ノンストップでいきます。とりあえずミスターの調子だけ整えるか、まあ、まだ大丈夫か。ただでさえずっと白土でね、あんまり効率のいい練習ができてなかったんで、機材導入ね、機材ももう全部持ってるし、壊れかけのやつもいっぱい持ってるんで、まあ特に買うものもランドバット持ってるしないかなと、ないかな、スタミナドリンクで買っとこうか。うん、そうん、S カップだけ買っときます。 S カップなのかオロナミン C なのか分かんないですけど、まあとりあえず買っときます。で甲子園のあと、なんか昔じゃないですけど、1月か2月ぐらい前にね、野球あんまり好きじゃなかったけど、この動画見て好きになりましたっていうね、言ってくださる方いてね、すごく嬉しかったです。うん、まあまあ結構前の話になるんですけどね、コメントとかすごい嬉しいんでね、していただいたりとかすると、うん、あと何気に、高評価とかね入れてくださる方とかもいて、注目はゴリミツか、ゴリミツでいいや、出さる方とかいてね、すごいありがたいですね。はい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 、調子は相変わらずあんまりみんな良くないが OK です。相手なにわ学園か、 C だったかな、俺たち負けたことあると思うんだよな、なにわ学園に。なんか練習試合で負けたような、練習試合で負けたような気がするんですよね。なんか大英ホークスがどうこうとか言ってませんでした僕、大英ホークスのユニフォームだみたいな。うわ B か、これはちょっと軽んじてると負けるぞ。とりあえず相手の、とりあえずシューが出塁してるのか、相手のねキャッチャーの肩見ます。うわええかやるね、てか相手結構何気にやるね、こいつすごい、ちょっと強いなこいつら、こいつら侮れないな。行くか例のやつ、強振積極で追い込まれるまで強振積極で行くっていうやつやるか。いいね、こいつらをサンプルにしましょうか、強振積極通じるか通じないかの。こいつらちょっとサンプルで使わせてもらいます。あーよく取ったな、よく取ったな今の、2点取られた。 OKOKOK、 ここからは守備やらせてもらえるんでね、勝手に点取られたりとかっていうのはなくなるんで、ここからよし、いいね、よし追い込んだ、
おお危ない、これは危ない、これは危ない、うわ入った。やられたか。やっぱ強振積極でいきます。うわ追い込まれた。だからミートに打法を任せと。うまいな。今泉自らベースを踏んで3アウト。前半ちょっと暗雲だなこれは。あーミスター調子あんま良くないのか。ここで送ってきました。ファールだ、ファールファールだ。バント、ナイス。マジか。ちょっと抗議できないよな今の疑惑の判定だぜ本当に。ちょっと電力使おう。打席取るよ。犠牲フライか。犠牲フライになるねこれは。ビルダースチョイスかな今の。まだ打たれてんなミスターが。ワンストライク取ろう。危ない。まだ犠牲フライのあれになってんのか。三振取らないとまずいんだな。うわまずいぞこれ。おい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 、送球とか初めてだよ俺が映画の実況始めて。ま、ちょっと待てパスボール、まずいぞ流れが悪すぎる。よしもうこれ以上のエラーはやめろよ。負けるぞこれ以上エラーすると。ここ8点目取らすな絶対に。よし一塁へ送る。スリーアウトチェンジ。うわあと4点取ればいいんですね4回で。よし1点取った。いきます。ダイソー吹雪あて相手キャッチャー肩いいんだったよな確か。肩 A ですよね。うんピッチャーの球は160キロ。これは走れんな。これ吹雪でも走れないでしょ。吹雪でも走行くか。ちょっと走ります。1点取りに行きます。いや1球待てたとりあえず。次変化球っぽいんで行け。 OK ない。え2ストライクか。どうする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 。流し打ち打てる。あーダメだ。飛び込んだ。気迫を見せましたがここは及びません。やるな。選手会入れよう。強振積極引っ張り。よしナイスバッティング。ライトを見上げた。あと1点だよ。ダイソーはパトラッシュか。ちょっと走れないなこれじゃ。さあ持ち前のファイトが前面に。これでいく。打て。あーダメだ。ミートお任せで引っ張る。よし帰れ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 たんじゃないかな今の。無理かな。ピッチャー変わった。山根が出てきたんですけどもピッチャーはパーム7。はあ盗塁はしやすくなったが強振積極だな。で流し打とう。ダメだミート1だ。ミート対応打法任せで流し打ち。よしナイス逆転ですよ。久しぶりにいい試合ができてるな。さらに強振積極で引っ張る。追い込まれたんでミートでお任せと。
あーダメだ、パーム、なかなか切れてんな、パームが、パームが切れてんな、キャッチャー取れないですもんね、パーム鋭すぎて。キャッチャー取れてないパームってどんなよ。あ、ダメだ、1点か。まあでも逆転できたんでね。初次郎に変わってんな、なるほど、よし、低め中心変えよう。ファールね、いけ、よし、ナイス、ナイス、勝次郎。ノーアウト1塁で勝次郎か。メインや周一ちょっと遅いからダイソー送るか。うん、いや裏腕は大、ちょっと遅いな、メインや、メインや周一遅いからダイソー送ろう。高校チーム勝次郎バッティングいいんでこのまま打たせます。バッティングうまいんでね勝次郎と言いつつバント、おお、と言いつつバント、あら、これ意外にも強振積極じゃない。これはあー、ゲッツー、あれ、音がない、音がないがちょっと怖いが、いきます。どういう状況だ。ウラウレイがサード行ってるか。はい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 、なるほど、ウラウレイサードうまいの、下手だな。じゃあ席ねえからサード行かせ、セカンドか。埼玉はピッチャー残しておきたいからこのまま行きます。いよいよ最終、なんとか抑えます。はい、どうする、電流あと2回か。いや、このまま行こう、とりあえずまだバテないでしょ、勝次郎も。よし、追い込んだ、低め三振、 OK、 ワンアウト。よし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 、ワンアウトね。まだ行きます、勝次郎で追い込んだね、追い込んだんで緩急、これは、あー、同点のランナー出したね。ピッチャー変えますか、ピッチャー変えます。ピッチャー埼玉、守備も変えます。横や健坊に変えて足玉なんですね。まあ、とにかくこの1回を抑えることに、全力を尽くします。黄色い線を入れよう、よし、追い込んだ、緩急、 OK、 ゲッツ、ナイス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 、 OK、 ありがとうございます。危ない試合だった、危ない試合だった、選手全員使う余裕なかったですからね、なかなか危ない試合だったな。とりあえずまあこういう感じです。ふう、ちょっとね、久しぶりにちょっとドキドキする試合で、あんまり実況できてなかったんかなと思いますけども、なんとか勝ちました。次道頓堀ですね、夏の府大会決勝、道頓堀工業と、甲子園出場をかけて戦いたいと思います。ということでお疲れ様でした、ありがとうございました。